感じだったんですけどね。なるほど、わかりました。ビシエド選手に関しては皆さん安心していいとのことです。しばらく待ちましょうね。あと一人ちょっと気になる選手、はい、若松投手なんですけど、ここまで唯一ローテを守って5勝してますよね、はい、前回お会いした時ただ気になるのは髪の毛の色だということでしたね、はい、まあ、そうですね、はい、その後どうでしょう。結局ね、谷繁監督のこうコメントでもあるじゃないですか、はい、この前でもね、ソフトバンクを8回まで0点にして、はいはい、うん、褒めるとすぐ調子に乗るからなとすぐ上がっちゃうから、あれがもう全てを表してるんじゃないかと、はい、でもね、ああやってそうですね、こう先輩の目も気にせずね、自分のやりたいことを堂々とできるというところは、立派かなと。あとはまあ節度の問題でね、はい、そうなんです。もうドラゴンズっていうのはね、こう昔から私と立浪選手がね、髪の毛のことをうるさく言ってきましたので、あまりいないでしょ、変な髪型してるの。もう立浪が特にうるさいんですよ。その割には自分はたまに染めてくるんですよ。おしゃれなね、もうなんかね、人にうるさいんですよ、あれも、はい、山本さん、あいつちょっと髪の毛あれですよ、長いですよ、襟足がとかいうことをピッチャーのことに関して僕に言うと、あ、じゃあ言っとくわと、はいはい、いうふうなことに言うんですけども、意外と自分はね、こう、あ、いやちょっと白髪染めなんですみたいなことは言うんですけど、結構、え、お前染めてんじゃないのみたいなね。私、立浪選手とはルーキーの時からずっとロッカールーム隣でやってましたのでね、はい、彼のことはよく知ってますけどね。マサさんは一度も染められたことがないってこの間ね、おっしゃってました。いや、昔一度ね、立浪に染めたらどうですかって言われて、逆に提案を、はい、スポーツ狩りの時に少しやったんですけど、はい、すぐやめました。え、なんでですか。なんか気持ち悪いんですよね、顔が薄く見えるんですよ。はあ、そんなもんですか。うん、ですからもう僕は今ね、白髪染めもしたことないですし、そういうことに関しては顔にクリームとかね、もっと言うとね、はい、ニベアを冬に手つけるぐらいでね全くやったことないですね、体の手。その割には肌は綺麗だと。いや、綺麗ですよね、いうふうには言われてるんですけども、うん、よくどう手入れしてるんですか、はい、って言われるんですけど、何にもしたことないですね。ああ、そうなんですか。朝倉健太なんてのはね、いつもなんかつけてますよ、顔に何を塗るんでしょうね。なんか必ず化粧水つけてますね。化粧水ですか。うん、いつもね、風呂上がりになんか顔をつけてますよ。ああ、洒落てるなと。私にそういう気持ちがあったらね、もうちょっといいのかなと思うんですけど。いや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 、そうなんですね。いや、いろんなお話を聞かせていただきます。ありがとうございます。さあ、ではですね、時期的にちょっとここから交流戦の話についてね、迫っていこうと思うんですが、80周年特別企画ということもありますので、まあ、交流戦の思い出話をね、聞かせていただきたいなと。交流戦ね。